怖い今の顔。あーたくさん、キヨさん、おもちゃのチャチャさん、マウナさん、キヨさん、トモトモさん、ミツモシさん、一周年おめありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、なんか発色よく見える。ヤマシーさん、一周年おめありがとうございます。夜もこの子が隣にいます。一周年おめ、ガニコさん、ハート、レンレンちゃん、一周年おめありがとうございます。ミガーリック、そうね、リブスタッフさん配信始めたっていうつい何通知が来た。また小田さんも一周年おめありがとうございます。でも皆さんもコメント星投げ、いろんな形での一周年記念のおめでとう、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっと髪の毛はゆるくしました、なんとなく。マックさん一周年おめ、ホッカさん一周年おめありがとうございます。ジュニアさんも一周年おめ、すごいありがとうございます。ハンカチ落ちながらして泣きたくないよ、私は泣かないよ。皆さんはまあいいね、泣いても誰にも見られない。一人でだって見てるもんね、画面を見てるから誰にも見られない。自分で巻いたの、そう、いつもそう。ハンカチハート、スケさん、みずみずさん、一周年おめありがとうございます。ガニコさんも一周年おめありがとうございます。ひめさんもありがとうございます。今日は最大で3時間配信って言ってたじゃないですか。でお昼配信が私なんと何分配信したかレポートが見れるんですけど、それを今見たら1時間1分39秒だったんですよ。ちょうど1時間でほぼね。でプラス今から2時間やってもちょうど12時前になるのでぴったりですね。まあ完璧に全部3時間やるとは決まってないし、決まってないんですけど、まあ私のいいなと思ったタイミングでこの配信は終わりにします。でも最大はちょうど12時ですってことを伝えました。そう、今日はね、今の夜配信は1年間の振り返りをします。でなんかお昼配信が終わってご飯食べてゆっくりして、でノートに1年間の私の写真フォルダを見返して、この日は何があった、この月は何があったっていうのをノートにまとめたんですよ。そしたらいつの間にかその月の何日に何があったっていうことしか書いてなくなってしまって、配信での内容じゃなくなっちゃったんですよ。まあでもある程度その日に何があったかっていうのを、その日に何があったことを毎日配信で話してたから、まあ会ってなくはないんですけど、まあ確かにこういう配信もなんかしたかもなって、そういう緩い感じで聞いててください。そして皆さんもそれあったなと思ったらコメントでなんか教えてください。みんなでカバーする、ありがとうございます。そう、4月1日から書いてたんですよ。すごい、ね、そう、4月1日から私は配信始めて、4月からどんどん書いてたの、最後はなんかちょろっと。でもね、あっという間にね終わっちゃうと思う、私の
話すスピードと内容の薄さに多分最後は保つちょっとね近いわちょっと当たってるのが悔しいそう、まあ最後だけ見せますね。最後の3月はこれです。3月モーストフェリテールコラボどんぶりポケモンについてたくさん語る田本さんも入ってるあつ森ですね3月はもうこれしかないよ本当に、まあ、何もできない日に月になってしまったっていうのもあるけど間違いないでしょ難しいね。ハッピーターン聞いてんの？横で寝てます。ポケモンよポケモンもういいのかなって言ってディノートさんハートたくさん、ボリンスキーさん、ミヤさん、伊藤沖さん、ウヨリさん、ゴマ太郎さん、スケさん、スータンさん、一緒なおめありがとうございます。ハッピーさん登場は何月、え何月だろう、意外と早かった気がする。なんかそういうのを覚えてないからな、ちょっと。じゃあ4月1日から始めたので処分を4月1日からお話をしましょう。皆さん一緒に、私だけが話すわけじゃないですよ。いいですかそう去年の4月これどういうふうに喋ればいいの全然わかんない。あちょっと待ってタワーありがとうっていう紙が見えちゃったね。皆さんがいつ私の配信を見始めたのもちょっと知りたくなってきたな。むつみっちまた一瞬でおめこれタワーだよね。うん嬉しい、ありがとうございます。かわいい一瞬でおめありがとうございます4月中旬から そしてじゃないよゆうたですわさん一瞬でおめありがとうございます。おおすごいいっぱいありがとうございます。結構早かったりする方たくさんいる、嬉しいね。すごい5月の生誕、4月にたまたま雑誌のあーイベントの時から、確かにポップティーのイベントの時に見てくださった方がね一番多いと思う。4月1日からショールームが始まって、その日から約半年ぐらいは30分制限があり本当にギリギリな配信はこの時はあまりなかったかな、あったかな、どうだろう、最新の記憶しかちょっとないから覚えてないんですけど、そう30分って本当に本当に秒で終わるんですよ。私はショールームは9期生オーディションのショールーム審査からやり始めて、その時に皆さんと一緒に喋るっていうことが本当になんか楽しいんだなってそこで気づかされて、で4月1日から9期生としてのショールームが始まってからめちゃくちゃ楽しくてやっと皆さんと配信で話せるって思ったら30分制限ありの、本当にいつもいつも体感10分で終わってるんかとか5分くらいで終わってるんじゃないかなみの配信の速さでしたそう本当にそう。あとはなんだ、4月全然文章書いてないな、これこんだけ書いてあると見せかけてなんか内容が薄い挨拶した終わりみたいな、そうそんな感じだった。
15分でテロップ出て半分。そうなんだよ、めっちゃ早かった。で、そう、その30分っていう少しの時間で皆さんとどれだけ多く内容の濃いね話が話せるかどうか毎回勝負してた気がする、自分の中で。そう、何、改めて見て初期の神はすごかった。初期って、初期ってオーディション、11時制限、あ、そうだ、11時制限あった。私普通に19歳だったのに、もしくは20歳だったのに11時制限があって、確かにあったわ。ハッピーの初登場ね、私も分かんないんですよ、分かんない。一回ギリギリ最後の時あった、あったの、全然覚えてない。全然覚えてない、いつだろう、それが4月、え、でもなんかね、ギリギリっていうか、もっと配信したくてちょっと伸ばしてしまった、35分くらい配信したっていう記憶はありますよ、ちゃんと。そう、ちょっともうちょっと話したいなと思って35分40分くらい話した時も ありました。さすがに数回しかそれはなかったけど、多分、まあ、ちょっとのねランキング読んで 1,2 分過ぎちゃったというのを昔ですけど。あ、みんなで15分出るまで粘れ、あ、あった、だいぶロスしてたね多分その時。思い出した、普通に多分11時すごい過ぎてた気がする。あ、懐かしい、それを思い出した、思い出した、まあ、それはね、いい思い出だね。その日がなかったら本当に今日まで続けてこられなかったから、危ない、私途中で多分連続配信途切れてたら、もう一回連続配信できるように毎日配信するって多分できないと思う。めちゃくちゃショックで落ち込みが半端ないと思う。次破ったらツインテール、する、あ、言ってた言ってた。でその後は破ってなかった、ちゃんと。それでツインテールしなかったんだ。過ぎてしまえば思い出、そうだね。懐かしい。気になって見に来ました、ありがとうございます。毎日あと1年おめでとう、ありがとうございます。そうで、4月はそんな感じで、あ、4月のショールームで、あの4月だっけ3月かな、白雪さんの卒業するっていう発表をコメント欄で知ったんですよ私。でも悲しくなるから、そのコメント欄はコメントはちょっとスルーさせていただいて、話は触れないように配信した日がありました。そう、卒業公演の時もあんまりしてないと思う、白雪さんのお話。基本そういうのはね、あんまり触れないようにしてます。そう、4月はそんな感じかな。あ、でも4月あれだね、3月31日に9期生だけの青春ガールズ公演があってからの1ヶ月間はどうすればなんか9期生で青春ガールズ公演を作っていけばいいのかとか、なんだろう、自分がどうすればいいのかわからない時期でしたね本当に。どう練習すればいいのかもわかんなかったりしてた時期でした4月は。え、すごい、タワーだ、誰ですか、気づかんかった。フラワーさん、ハト、コロスケさん、ハト、ありがとうございます。慎太郎さん、六度一さん、一周年タワーありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。
慎太郎さん、六道医師さん、はいありがとうございます。皆さん、あ、本当だ、15分経った2回目の嬉しい瞬間です。1の方がいいのかな もうテロップ出てないけど、いいですか。トゥースは左手、確かにそうだよ。大蔵地ハート77パチパチありがとうございます。中さん一緒に寝たわ、ありがとうございますありがとうございます。本当にタワーをどう表せばいいんだろう。これはクマついてる、あ、タッチしても見えない。クマはいない、いないか。え、ありがとうございます。本当にこんな私に、ママいたいやでもさっき LINE 来たな。ママいたあ、そう、ハート、ママの名前の横のハートは私のサイリウム白3本のことを意味してるらしいです。ハート王とか多分思った方いると思うんですけど私も最初なんだろうと思ったんですけど、お母さんから聞いてびっくりしました。ちゃんと考えてくれてるの、お母さんもそう、白3本のサイリウムですよ。恥ずかしい。そうなのよ、ありがとうそうだよね、私のメールでのおやすみの顔文字の後のハートもさあやっていう意味を込めてハートを3つだし、いいですね。親子揃ってなんか考えてることはやっぱ似てる似てますねそうよさや産んでくれたらいいわすごい、やっぱずっと笑うと熱くなる、暖房つけてるからなおさらすごい笑い方、笑い方ありがとうございますうろってはないです。仕事の話とんな、え、確かに、いやもう4月はそう終わりましたね、青春ガールズ公演のお話で。で5月はですね私の誕生日と初めての生誕祭があって、その時の配信は盛り上がりだったかな、私自身でも皆さんもたくさんコメント欄でお祝いしてくださって本当に嬉しかった。そう、5月は生誕祭初めてので、お父さんからもショーンのあの大きいケーキをもらって配信で見せてましたね。めちゃくちゃでかくて噛むな、やっぱそういっぱい噛む、やばい、大きいケーキと一緒に配信してスクショした気がする、ありましたよね。そう、何日間かかけてお姉ちゃんと一緒に食べました美味しかった浮かれてるリチョウさん、いいね、本当に大丈夫お祝いは結局マスカットだけ、そう、マスカットだけ今はまあしょうがない、いつかまた大丈夫な時にタルト食べよう一人さん一周年おめタワー嬉しい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。全力サイコーズポールありがとうございます。本当に今日はケーキなし、そう、ケーキなし、でも代わりに多分皆さんがタルトとかケーキ持ってます、食べました食べました、
ルトを食べたい。そう、タルト食べる配信はないんですけど、マスカットを食べる配信はいいかなって思いました。ジャンクフードも食べられない。シュークリームいいな、チョコいいな、カレーパン食べたい。食べたい。これからステーキ食べたい。もう食べたいしか言えない。パイカツさん1周年おめありがとうございます。嬉しい。もう皆さん本当にありがとうございます。嬉しいよ、ありがとうございます。お母さんは全部の配信見てくれるかな今日。じゃあ飲ます、おやすみ。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとう。なんとかっちじゃなくてなんとかさんになった。嘘。なんかね、なんかね、分けられちゃって、なんか1年おめでとう。ありがとう。お母さんママいる？いるね多分。1周年1年連続配信おめでとう、ありがとうございます。皆さん1周年おめのギフト、星投げ、コメント、コメントありがとうございます。あれちょっと待って、ぷんぽん村さん、嬉しいよ、もう皆さん。一周年おめでタワーありがとうございます。一周年おめでタワーのポーズ何ですか、何にしよう。どうしよう。一周年おめ、身代わりくんとはダメ？ハッピー起こす？トムさんも一周年おめタワーありがとうございます。どうしよう、遠くなっちゃう。ちょっとごめん、身代わりくん何もできない。ハッピーさんが一番いいんだけど、今ちょうどいいポジションで寝てるので起こせません。ちょうどいいポジションで寝てる。かわいい。私にしかわかんないけど。か、まあお昼の配信、お昼配信にハッピーさん出てくれたので。カエル好きなの？カエルまあ好きだけど、これはカエルじゃないと思う。で、なんだっけ、5月生誕祭と誕生日のお話しして、ああ2じゃないよのラジオでもそう祝ってくださいました。懐かしい。その写真がツイッターとかにも載ってるかな、インスタもかな。ちかこさんとキャさん、でもキャさんのお相手様誰だったっけな、2じゃないよ。私はそうちかこさんと一緒のラジオでした。そう、みつきじさん。懐かしいよね。あ、みおまるさん、その1、2、3人、みつきさん入れて4人の方が祝ってくださいました。美味しい美味しいショートケーキを。初みつきさん、そうです、そうなんですよ。嬉しかった。なんかまだ研究生だし入ってすぐだったのでお祝いなんてないと思ってたんですけど、そう思ってたからなおさらすごい嬉しくて、嬉しかった。嬉しくて嬉しかった。そう、懐かしい。それも配信で話してました。あとは
5月31日にあの安田大サーカスさんのクロちゃんさんが青春ガールズ公演を見に来てくださってて、そのお写真もクロちゃんさんのツイッターを探ると出てきます。そのお話を配信でしました。難しいですね、クロちゃんさんそう、すごいメモしてらっしゃった。私のことメモしてくれたかなそれを気になって気になってしょうがない。そういえばあったね。そうあったよ。難しい。それが5月だって思わなかった。もっと後かと思ってたそう楽しかったシーンそうだね、あれ5月だった。難しいな。あの写真はでもちゃんと私のフォルダの中に大切にしてありますよ。なんかわわわわだからちょっとサイヤポーズに似ててちょっと嬉しかったんですよ。わわわわどうやってやんの今思うと分かんない。サイヤポーズしか分かんないそうちょっとねサイヤポーズに似てていいなと思いました。あ、こっちか。そっか、あれ片手だ。あれねえ、朝5時配信え、なんかしてたっけ、イベント以外で。あれしてたっけ、違うあれ忘れちゃった。なんか私より多分皆さんの方が覚えてくださってると思います。そういうのはコメントでいただけると嬉しい。コンサートがあるから。そっか、あったわ、あった、懐かしい。そうだねそう、だいたいコンサートとかイベントがある日は朝早くから配信してますもんね。寝起き、寝起きだったのかな多分そう、じゃあ6月いきます。書き足す？書き足さないこれは私のただただのメモだから。すごい大まかに書いたものだけだったからそう、6月はハッピーさんの多分誕生日であろう誕生日を祝いました。野良猫だから本当の誕生日が分からなくて、配信でハッピーさんの誕生日をお祝いしましたそう、ハッピーさんの誕生日で、6月12日の青春ガールズ公演では前々から皆さんにこの日はぜひ見てほしい、ぜひ来てほしいって結構匂わせてたんですけど、その日はなんと初めての雨の動物園で猿をやりました猿をやりました。それ1回きりで終わってしまったんですけど、またいつか16人に戻った時は、あ、猿じゃない、チンパンジーだ一緒だけどチンパンジーですね、ごめんなさいそうやりました。懐かしい。めちゃくちゃ配信で匂わせてましたよね私。いやもう知ってほしい、もう早く知ってほしいって、もうね気持ちが前々に出ちゃってた。申し訳なかった本当に。それはえ、でも猿でそのステージに出た瞬間皆さんおおみたいな、おおっていう顔はなんか今でもあの感じ覚えてますよそう懐かしいチンパンジーでした、ごめんなさい。で6月中に9期生だけの初めてのゼロポジの収録があって、あれの自分が結果を残せなかったことと他の子が生き物に関することをしてるのが本当に悔しくて、それを配信で話したら、まあ、だいぶ潤った日がありましたねあの時は本当に本当に悔しかった。
ゼロポジ皆さん見てくれましたかね。あの私が何かを食べてあれ出ましたよね、テロップ、テロップ YouTube まさやかのあのこれからのアイドル人生のためのなんか自主規制しますみたいな文字がありましたねありましたね。そう、まあ、何食べたかは言えません、竹中さんとのお約束ですまあいつか許可が下りたら卒業の時にでも言いますね。まあ、永遠の 謎でもいいんですけど、いつかいつかねそうあったな、めっちゃ悔しかった。多分これが SK に入ってのとか、 SK に入って初めて悔しかった思いかな、これがかな。そうだね、それだね、1回目です、これが。それからどんどん今まであれですね、悔しい思いがたくさんたくさん感じましたね、感じれる出来事が増えましたね私。え、すごい、冬眠が決まったのも6月だった気がする。それは私の写真フォルダになかったな、え、ごめんなさい。あったか、え、そんな早かったんだ、夏じゃない、確かに6月か。冬眠、私のファンの方のお名前が冬眠に決まった月日が6月くらいですごめんなさい、それ分かんなかった。この私のメモは一応言いますけど、また私の今の携帯のフォルダの中の写真を見返して、この月は何があったなっていうのを書いただけなので、そう、ごめんなさい。結構引っ張ってた、確かにめちゃくちゃ迷った、いろんな案をね、たくさん冬眠の冬眠じゃないまだねファンの方が考えてくださってたので、懐かしい、投票機能とかもしてた。6月、あ、そうだ、6月は私がそうだね、初めて大きい怪我をして公演、イベント、コンサートに出られなくなった月だったかな。でそこから6月の下旬からショールームのポップティーン紙面争奪イベント、紙面出演権争奪バトルイベント、そう、それが始まりました。 それが6月下旬ですよ皆さん、早いですね、早い、怪我をしたのも早いもうその日はね、その日じゃない、そのポップティーンのイベントはもう私の中で一番と言っていいほど大きいイベントかな。初めてその大きいイベントに参加したっていうこともあるし、私がじあの怪我をして自分が今何をできるかっていうのをちゃんと考えて参加を決意したイベントっていうのもあったから、あとは期生が忙しい時期に自分も参加したかったのに参加できなくて、私が期生の思いも背負って SK を背負って参加したから、本当にポップティーンのイベントは大きいね、本当にね同じようなことしか言えない、ごめんなさいこんばんは、こんばんは、あれで強くなれた、それは言える本当にそう、星投げ三種とかも未だになんか完璧に皆さんに教えることはできないんですけど、その時に大体は大体の仕組みは分かったし、そうだね、イベント中何回泣いた、え、ポップティーの時泣いたっけ、いっぱい、あれ泣いたっけあれ嘘、最終日にあの潤ったのは覚えてます、旧期生がコメントしてくれたから余計にチャイナ服着て泣いてましたよ今でも忘れないよあれは、
イベントを募集してた。そう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 、熱い気持ちを動かした。いや全然いいね、なんか懐かしい。で見事7月も上旬に結果発表がされて、見事皆さんのおかげで1位を取ることができて使命に乗れました。本当に嬉しかったな、本当に嬉しかった。懐かしい。パチパチありがとうございますあの経験は本当にね、めったにできないことだから嬉しい。このね、人前に立つ仕事をしてる中でいろんなことを経験できるのはいいね。みなちとしょうぶさんとも仲良くなった。そう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 、その時にお話しした初めて。 SK の熱さも感じた。だいぶ感じましたその時。うんたくさん感じたよ。7月あーいやこれ本当に配信での思い出じゃない、ごめんなさい本当に笑っちゃう。1年間の振り返りに変えようかなどうしようどうしよう。それでいい、それを含めていい、ありがとうございます配信での振り返り、イベント系のものしか大きくは言えないからな。いい、ありがとうございますごめんなさい本当に。で7月後半、ポップティーンの撮影後、まこちゃんとサカチンチコチンを初めてかなやりました。そうだ、あのブースに入った瞬間、私のメイクの濃さと髪型のすごいモサモサで、一瞬で多分皆さん気づきましたよねそう、その日に撮影があって、その日に坂井ちんちこちんがありました。懐かしいよ懐かしい。そう、ここにねハーフツインはさすがに撮りました。撮影が終わってすぐに。楽しかったな。で8月怪我からの1回目の復帰公演復帰1回目は復帰公演です。2回目が9月だったっけな、10月だっけな、それ忘れちゃった1回目の復帰公演って嫌だよね、本当に嫌だよね、ごめんね本当に。それも見に行った、嬉しいねえ、ほんとアスリートみたい。そうね、ちょっとダメだったね私あの時の自分の体、自分がねやっぱ無理ですとか断れなかった、自分も悪かったし、まあ治ったと思ったっていうのもあったけど、復帰は2回目はあ11月なんかめちゃくちゃ最近じゃん、そう私やば、そう再度怪我をしたのね。そうなんですよ、同じところを再発だったね。お前の花、そうその日にポップティーンの1位おめでとうと復帰おめでとうのお花をもらいました。ちょっと今ねショート隠れて取り出せないんですけど、本当に綺麗なお花をいただきました。多分私のブログを漁っていただくと写真が上に出てくるので見えますよ。可愛かった本当に、綺麗なの、何の星なのかなと思ったらショールームのこの星投げてくださるじゃないですか皆さんが、その星の色全種類で星を作ってるんですよ。伝わったかな言葉が、言
かな。久しぶりに来ました、ありがとうございます。伝わってる？あ、よかったねえ、めちゃくちゃセンス良すぎる、やばいよ。そういえば戦うって話は、いつもというか時間が空いた時棚は調べてます。会話はまだしてませんまあ一人で住むようになった時に買います。もうそれなんだけどね。そう、よく調べてるの、本棚と最近は体重計を調べてます体重計買わなきゃいけないちょっと話がそれちゃう、ダメだダメ、8月9日の1回目の復帰公演、お花もらって、あ、8月に初めて浴衣と髪型自由の握手会がありました。懐かしい、懐かしい。2日間あったもんね。私は紫の浴衣と水色系かな着たの。そう、着ていっぱい写真撮った。今朝との写真めちゃくちゃ漏れたそれもブログの写真に載ってるので漁ってください、ぜひ。まあでもメールでもたまに送ってもいいんだ、なんか過去を振り返るように。そう、3日間だ。でも浴衣を着たのは2日間だったかな。そうだね、初握手は幕張幕張、そうだった。美容院帰りの配信、あった。いつだろうあれ、なんか細かいやば、覚えてないよ。でも髪型はね、本当にね、可愛くしてもらって嬉しかった。そう、たまたまやった髪型が日さんと同じだった日があったんですよ、浴衣着た日の握手会が。嬉しかったそう、たまたまですよ。私も見て、あ、西さんこれやってるからやろうと思ってないですよ。私人と自ら被りに行くのが嫌なので、そう、たまたまならまあしょうがなくいいんですけど、そう、びっくりしたの、偶然でしたそう、あ、ビーナさん、マリアさんかな、こんばんは、こんばんは。あ、初見さんもゆっくんさん、ありがとうございます。1周年なんですね、おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございます。この頃冬眠になりました、嬉しい。でもやっぱちゃんと皆さんはあれですね、冬眠になった日とかちゃんと記念日として覚えてくださってるんですね嬉しい。私はあれですね、劇場デビューとか、あれは何、劇場デビュー加入した日くらいかな、記念日。うん、確かに壁紙にカブトムシも貼ってたよ今年からなくなっちゃいました、なくなっちゃった。なんか紙ね、まあね、書けばいいんだけどね。え、結構待っててくださった方いたのかな。いた？気づいた冬眠。一番いいよ、幸せよ。沼、懐かしいね。初期の頃は言われてました。サーヤ沼、入り内沼。今はあんまり言われてないかな。あ、ずっと待ってる？そう、本当に？なんか同じような絵しか描けないけど。あ
リアルなカブトムシもあった。あ、これにありますよ。この間描いたばっかりのカブトムシが。ほら。あ、これは今年の2月29日に描いた絵ですね。かわいい。かわいい。そう、これが今まで描いてきたカブトムシの中で一番うまく描けました。そう、トートバッグにも生誕グッズにもカブトムシです。うまい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。だってこれさ、またなんか1年記念の。話がそれちゃうよ、ごめんね。アリクイ。アリクイ。あ、伝説のハクミシン。ハクミシンだよね。うん。あ、みんなが大好きエミュー。あ、リアルすぎて気持ち悪い羊。ちょっとブサメなコアラ。あ、ちょっと変なヒョウモトカゲモドキ。ダメだね。今描けば、まあさすがにちょっとうまく描きそう。そうですね、これも早く再開しないと。マニアック。そう、いつもね、皆さんの想像の斜め上を行く生き物を描くのが本当に楽しくて。そう、元マネージャーさんが考案してくださった生き物図鑑なんですよ。え、生誕グッズの役は今日の11時59分までだね。そういえば、え、そうなの、知らなかった、やばい、自分が知らない。七不思は書いてないんですよ。じゃ簡単に書けそう、いつか書きます。え、今日まで。そう、嘘、全然告知してない、ごめんなさい。ちょっとこうさん、予約した、予約してないです。なんかいつか劇場行った時に言おうかなと思ってるんですけど、行ける日来るかなって思ってる。まあでもちょっとマネージャーさんに言おう。うん、一周年おめ、Nさんも皆さんありがとうございます。楽しみですね、生誕グッズ。あ、え、普通に自分でもう買わなきゃいけないわ。おばあちゃんにプレゼントしたいんだ、忘れてた。そうだ、そうだ、危ない。お父さんお母さんは予約してないかな、多分。一応配信、何、予約が始まった時に私が LINE で URL 送ったんですけど、まあ、だいぶ LINE するから奥の方に行っちゃった。お姉ちゃんは絶対買わないよ。そう、ハヤトさん初見です、こんばんは、ありがとうございます。そう、大富豪なんかゴールデンベッドタイムっていうか、その前からやろうとしたら、なんだっけ、ん、なんだっけ、こう、なんだっけ、メンテナンス。そう。そう、メンテナンスがあってできなくてびっくりしちゃった。だから9時から配信しようかなと思ったけど、予約にずっと入れてたからやめました。そう、メンテナンス。危な、変なこと言いそうだった、待っててよかった。本当に変なこと言いそうだった今、危な、また言われちゃう。私が言おうとしたこと今言うと絶対バカにされるから言いません。自分で笑っちゃうくらいなんだもん。面白い。もう次。なんだっけ。
9月横浜での握手会で初めてのチャイナ服を着ました。そう、着ました。なんで着たかっていうのと、なんで着たかというと、その日にポップティーンが発売する予定だったんですけど、そのイベントの最終日に着てたチャイナ服をただ着ようと思って握手会で来ました。そう、9月1日その日は初めてお母さんが握手会に私に会いに来てくれたんですよ。もう感動しました。めっちゃ感動した。会いたかった。もうその時私の心はズタボロだったので、そう、来てくれて本当に良かった。あの日は、こんばんは懐かしい。一緒に自撮りも撮った。そう、怪我もあったし、思うようにいかないことがたくさんあったり、あれだね、やめようか考えた時だ。そう、一番そうだった。はい。で、9月の中旬かな、下旬、いつかわかんないけど、ファッションフォレのバズらせますのイベントがあったので、それに本気で参加させていただきましたね。それが2度目の悔しいことです。すごく悔しいことでした。あと少しでね、あと少しで自分の夢が叶うところだったんですけど、すごいイベントそのさらっと言っちゃったけど、そう、ごめんなさい、なんか重く話しちゃうとね、なんかまたあれなので、言うならさらっとね。本当に惜しくて、その時撮影してたんですよ、いろんなアプリとかパッションフォーユーへの撮影で、結果発表を自分で見るよりも、あの、日産の口から聞いたっていうお話がありましたね。懐かしい。でも好きな人からの発表だったので何も思わん。いや、むしろそっちの方で良かったです。そうよ、懐かしい。生き物づくしというイベントにも自分で行って、カブトムシのピンバッジとか買ってお話ししました。そしたら、私の活動を応援してくださるって言ってくださ、ん?応援するって言ってくださった方にも出会いました。まあ今はどうだかわからないけど、兄さんもね、泣いた?泣いてない。その場ではさすがに泣かなかった。だってゆっちもこっちゃんさんもいたから、さすがに泣けない、悔しかったけど、撮影で時間が同じでした。なんとも言えない気持ちになりますよね。よく耐えました自分。よく耐えた。まあそれもあるからね、どんどん自分が強くなっていってるんだなって思いますよ。ね、すごいな、こんなこと経験させてもらってるよ。配信開始からないって言った、珍しいかい。え、そんなだったんだ、やば。今ではそんなこと考えられないね。考えられないね。泣いてたんだ。え、泣いてないけど。あれ?元気?元気?普段何時頃寝ますか?最近は12時前後に寝られてます。そう、こんにちは。あ、しきさんが嬉しい。 KZK さん、ポ
ポリスさん、ありがとうございます懐かしいね。たまには泣いてもいい？でもね、泣くならもうハッピーさんの前でしか泣きたくないな生き物の前でしか泣きたくない。こんばんは、1年連続おめでとう、ありがとうございます新規です。推しになってもいいですか？いいですよでも許可得るものじゃないね。ありがとうございます、待ってます、いつでも姉ちゃんはいません。今お昼泣いた？お昼そんなことあったっけこれからフォローしちゃう、ありがとうございますこの後ググって、なんか恥ずかしい、この動画今動いてる自分の顔と画像の写りの悪さにびっくりして嫌いになりそう。それがいつも怖いんだよね恥ずかしい。初見さん、達也さん、ありがとうございます。いびき、あの飼ってる猫がお鼻の調子が悪くて口呼吸の音なんですよこれ。ひまぴーさん、初見さん、ありがとうございます。365日、そう今は1年記念配信なので1年間の振り返りをしてます嬉しいね。30分制限なくなったのこの頃、この頃か。あ、そうだね、イベントがあったから。ハッピー大丈夫？あ、ハッピーたんハッピーたん起きて、すごいガチにしてる、頭が重い、え怖い怖い、ハッピーえ、ちょっとハッピーたん大丈夫？すっごいガチね、怖い。もう全部の力が抜けてるくらい寝てるんですよ、すごっ。え、何しても起きないハッピーさん大丈夫？ハッピーさん、あれハッピーさん大丈夫？すごい起きない、顔を上げても。猫は出演 NG、 ちょっと今日は NG っぽいですね息はしてます頑張って息してる、まあ、それだけぐっすり寝てるってことだからいいか。半目半目、白目を向いてる。無理だ、熟睡中だね。ちょっとそっとしておこう、怖いけどだいぶガチね、起きない。ちょっとブーブー聞こえます？聞こえないかかわいい、もういいか。で、お話がまた途切れてしまいました、ごめんなさいえ、9月バジョフーイのイベント参加、生き物づくし、生きタガメサイダーを飲む、そして、あー、愛知ガールズエキスポっていうイベントがあって、その時に初めて私里川さんとツーショットを撮ったんですよ多分本当にその日が初めて。写真見返したらすごい緊張してた、私の顔が。9月そう、懐かしい薬も記念日、そうだね、だいぶだいぶ記念日よ。みおりさん、バラありがとうございます。え、そう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 、まきほさんの後ろにいてテレビに映れましたそう、
10月あ結果発表はさっき言っちゃった。10月は SK の11周年公演があったね。懐かしい。11周年公演ではある曲でナーヤンとシンネでとてもとても楽しかったです。あれそれだっけ。いやそれカウントダウンだ。違うよごめんなさい。えでも基本ナーヤンとシンネになること結構多い方。私は命の使い道やった。本当にね楽しかったけど、なんか私はめちゃめちゃかっこつけてってほどじゃないけど真剣に真顔で踊ってたはずなんですよ。でもなんかあーやかなあーやかなーやにその DMM で見返した時にさやかちゃんめっちゃ笑ってたよって言われてびっくりしました。私はやっぱ楽しいと本当に表情に出ちゃうんだなって、本当にダメだなと思った。もうなんか笑ってたらしいです。それがね自分でも覚えてないんですよ。いや真顔でやったつもりなんですけど、え残ってる画像、え やだもう笑っちゃう。もうなんもうダメだ。かっこいい系はじゃあ私はちょっと無理ってことですね。それも練習しなきゃいけないんだけどダメだね。なんか練習とかで行けてもやっぱ皆さんファンの皆さんが入るともうね皆さんのキラキラした目ともう雰囲気といいペンライトも綺麗だしすごい楽しくて笑っちゃうんですよ。うんごめんねこんな私で推しがこんなんでごめんね。はい終わり終わりで、10月8日に野々垣さんの生誕祭で私は2分間MC をさせていただきました。なんとそこで初めてね野々垣さんの違う初めてっていうか普通に野々垣さんの卒業発表をその場で聞いた。私の号泣した日ですね。懐かしい。めちゃくちゃ泣いたよあの日は。あれは言うけどめちゃくちゃ泣いた。出るって予想しててあれあの時はちゃんと名前順だったんだ。そうめっちゃ泣いた。なんか自分でもわけわからないぐらい本当に涙が勝手に出てくるんですよ。いやそれほどなんか自分の中で野々垣さんの存在って大きかったんだなって思ったし、そんなに寂しいっていう気持ちがあったなって自分でもびっくりしました。さやが匂わせてた本当に匂わせすごくない私いやでもお見送りで結構私の知ってる方何人もいた嬉しかったけど安否起きた。あかわいい爪研ぎで寝るらしいです。5年分の涙はその時じゃないです。違います。それはまた今度ですね。その何ヶ月か後にあります。野々垣さんが一番びっくりしてたと思う。絶対そうだよね。ダメよプラスッチハートありがとうございますこうやって話してるとこの半年ちょっとで私は何回泣いてるのか。多いね。懐かしい。11月ちょいちょいと行こう。もう11時だ早くないめっちゃ早い。11月2日青海さんの生誕祭で初めての12人青春ガールズ公演かな。で私は本編には出れずにアンコールのみ参加で滑り台から初披露したいいかな。10月は機会があった。もうそれは死で握手会でも泣いてた。そう握手会で泣いたのはあれなんですよ。私のお姉ちゃんとその友達が来てくれて本当に嬉しかったんです
そう、あれこの時もめちゃくちゃ皆さんに匂わせました、絶対見てねって。まあ、出るからっていうのもあるけど、12人の青がになるから余計に見てほしかったってのもある。そうで、11月の上旬にゼロポジの根性ロケ、根性ゼロポジの収録があり、早起きしたけど一瞬で終わってしまった収録でした。懐かしいめちゃめちゃ懐かしい苦しかった。あれも本当すぐバスに乗りましたよ。本当に早いよね、朝4時に、4時か5時に起きて、たった 2,3 時間で終わりましたそう、懐かしいいや、もっといけると思ったっていうか、もう自分の椅子に座るポジションが本当に悪かった。一番初めに座るポジションが、なんか長く座れるお尻のポジションがあるんですよ、椅子。悲しかった。まあでもその後のやるミッションっていうのが私にとってはできないものもあったので、まあ良かったのかなとか一瞬思っちゃったんですけど、瞬きできないとか絶対できないもん。コンタクトあるし、何よりドライアイだから確実に無理意外と映ってた。そうだったっけ。まあでも最後に自分の好きな生き物のことを話せたので、あれは良かったですそう、あとは15日の青ガニ、里川さんと横宮さんが実況された日があって、声の根拠の MV 撮影が11月にありました。なんかこうやって見ると11月が一番てんこ盛りに私書いてるんですよ。すごい。11月初めての MV 撮影をしましたそう、11月だった。懐かしいなぁ。うん。で、21日に鎌田さんと初めての K2 さんの実況があり、キャパ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 シティを言いました言いました、言えた、ちゃんと。よかった、私の声ちっちゃかったけどキャパ、そう、初めてキャパ言いました。 MV 見てびっくり。あ、声の根拠、そうなんだよね。そう、キャパシティ言えましたよで、11月26日789期生のオリジナル公演っていうの、その日だけの特別な青春ガールズ公演をやらせていただきましたね。野々垣さんが言ってくださって、最後の青春ガールズ公演、それに私は野々垣さんから指名をいただき出ることができました。卒業される前に。嬉しかった、本当に嬉しかった。それ自己紹介で私泣いてますけど笑あれはね、本当ダメ。今でもその動画を見ると泣きそうになっちゃう。エモい、エモい、だいぶエモいよね。私以上に皆さんめちゃくちゃエモい気持ちになりましたよね。もう約束よでみんなが泣いてるのを見て私はこらえました。さすがに私が泣く人じゃないと思っちゃって、ちょっと最前年だそう、難しい。本当あの公演は出れてよかった、よかった。伝説、本当だよね。最後に出られた大好きな方のとの公演はとてもとても楽しかった。優勝して最後、最後列、あれそうだったの。結構いい席で見れました、すごい、よかったよかった。その後は、あー、そのもう次の次の次の日くらいに野々垣さんの卒業公演で私は2分間 MC をさせていただきました
そう、すべての野間垣さんに関することはなんか最後関わらせていただきました。そう、ありがたいことに。そうなの、野間垣さん大好きって言ってたから。大好きだもん。そう、ちゃんと野間垣さんの卒業される最後の瞬間まで私は里川さんと一緒に見届けてました。あの動画撮影とか、あの壁写を撮る儀式まで私は見させていただいてたんですよ。もうその時が一番泣いたよ。なんで止まらん。本当にダメ。ちゃんとね、野間垣さん許可を取って見させていただいたので。見てもいいですかって言ったら、嬉しい、一人だと嫌だったからみたいに言ってくださったんですよ。嬉しいよ。現実を感じるから。そう、本当にそうなのよ。初めて卒業という場面に立ち会いましたね。今日警察見ましたか？見てないです。やってたの？知らんかった。悲しい。本人より泣いてそう。うん、うん、泣いた。本当に申し訳ない。めんどくさい人でごめんなさい。さえおめでとう、ありがとうございます。泣かない月がない。本当に3月ない。ああ察したわ。うん、意味もなく泣きましたね、こないだ。お姉ちゃんのもらい泣きっていう。恥ずかしい、やば。面白いね。あ、先ほど。本当じゃん、もうダメだ。ちょっと早く終わりにしますね、この1年振り返り。ちょっとやばい、11時15分、ハッピーさんが来た。おはよう。で、12月の上旬に西さんと初めてメイドコスプレで握手会をしました。もう嬉しかった。もう言ってよかったって感じ。本当に自分でもよかったって思うけど、なんかファンの方からもすごい西さん誘ってくれてありがとうっていうコメントがすっごい多かったんですよ私。来ました。あ、ごめん、髪の毛。そうなのよ、嬉しかった。おはよう、ハッピー。みんなおはようだって、ハッピー。皆さんがいびきと言っている音はこの子なんですよ。ごめんね、苦しいんですこれでも。ハッピーさん、野田七かわいい、ありがとうございます。ハッピーさん寝起きでちょっとボケーとしてますね。かわいい、かわいい。クリアしよっか、そろそろ。はい、12月。にじゃないよのラジオ、西さんと初めて二人でのお仕事って書いてあります。懐かしい、めちゃくちゃ嬉しかった。嬉しかった。西内島でしたっけ。西内島で下旬に初めての K2 さんのごめんねジュエルのバックダンサーがあり、悔しい思いをしました。オスかな。そう、オスです。そのマイク、そう。そのマイクよ。で、間違えた。今携帯のコメント欄だと思ってノートにこうやってやってた。みやくん、ほう、ありがとうございます。なめた。で、12
12月はカウントダウン公演の練習リハがたくさんあり楽しかったな。カウントダウン公演初めてカウントダウン公演参加しました。あーかわいい、まるまるしてるね、あなた顔が。猫おとなしいね。そうおとなしいな。まあ年齢もね、ごめん9歳。かわいい。え、ショールームイベント、あ、書いてあるんだよ、私飛ばしてた。12月8日から14日、 TGC イベントの配信何イベントが始まってました。ごめんなさい、懐かしいね。ちょっとね、いい結果は残せなかったんですが、最後まで諦めずにやり抜いた気持ちが大事ですよね。結果がね、目に見えてても最後までやるのが一番正解のことですよ。言葉がうまく言えないね。でもね、本当に辛いよね。目に見えてるのにもう勝てないって分かってるのにやる勇気、やる気持ちもだいぶやばいけど、やるからにはね、やるって言ってからにはちゃんとそれに応えないきゃいけないからね。大富豪もそう、そうだね、大富豪はいろいろありました、いろいろありましたよ。でもちゃんと得たものはたくさんあるので参加してよかったです、本当に。最後楽しいのって伝わってた、伝わってきた。毎日のようにイケメンのこと言ってた、嘘だ。本当にあのメンバーの中でもあの順位はいい。その通り、途中で諦めない感じよ。嬉しい、ありがとうございます。ね、よかったよ、参加して。トミー増えた、増えたかな。でもイベントに参加したってことは少しね、増えたと思っていいのかな。いいのかな。確かに研究生では最上位、そうなのか。みんなチームに入ってますもんね、基本。基本？違う言葉が。違う。もう頑張った。自分で頑張ったって言っちゃいけないと思ってますが、頑張った。さあや、はい。はい。いろんなことを諦めない姿を見て、好きになってくれても聞こえるはずだといいな。ねえ、だいぶち頑張った、ありがとうございます。で、12月1月、あ、イコラブさんのライブを初めて見学した日ですね。ん、初めて見学をした、好きでした。20分が早い。そうだね、ありましたよ、もうあの時はね、感動しすぎて何も言えない。そう、野口伊織さん、本当に本当に惹かれました。見に行ったの、そう、機会があって見に行かせていただきました。お話はしてないんですけど、メール来た。え？今？私送ったっけ？あれ？送った？私送ろうとしたメールがあるんですけど、明日になっちゃった。こんな時間だ。そう、本当に歌もパフォーマンス、ダンスもなんかもう完璧すぎた。私の目に映る姿は本当に。そう、やばかった、はい。で、1月はもうね、
ハイウェイガールズとしての初めてのお仕事があって、パーキングエリアなどをたくさんたくさん回って、最後の最後にあの富の方とかとお会いしましたねパーキングエリアで。嬉しかった。でも懐かしい、たくさん美味しいものを食べました。サインもたくさん書きました。ぜひ皆さん行った際には